です。結構ビヨンセのパフォーマンスしますせの時に結構裏でアシスタントとして結構動いてますよね。ヒロミちゃん自体に教えてます。やっばっ。ご家族のねサポートがあってということで、本当に感謝してますもう。高校生の間の3年間をバーに行ったってことだよね。なるほどなるほど。そっからはじゃあ卒業しました。はい。そっからはどういう風に動いていくの？そこからはもう、うん、自分でそのスタジオに通って、うんうん、でまあアルバイトしながら。はいはいはい、朝アルバイトして夜はダンスレッスン通って。何のアルバイトしてるの？はい、コーヒー屋さんやってな。知ってたら通った。コーヒー屋さんに。そうなんや。通いながらもでも夜だったら踊ります。そうです。朝6時半から働いてました。いや、あでもコーヒーは早いな。そうです。そうよ、出勤前の人が飲んだりするから。そうです。ありがとうございます。いえいえ、まあ、お金も自分でこためながらレッスン通って、はいはい、そうやって行く中でさ、はい、あ、出会ったのがクルドリダンサーみたいな、ああいうオーディションってこと？いや、オーディションは中学生の時なので、うんうん、そうですね。そんなことそうです。中学生だったんだ。そう、上京する前。あの時中学生だったの？はい、そうです。お姉さんだから。高1でやっぱクルドリ東京で受かったので。なんかさ、そういうチャンスはいろいろあると思うね。東京に早い段階で来てたから、はい、なんかその時点でなんか将来の夢みたいなのはこうなんかあったの？将来の夢、環境がすごいいいじゃない。だって将来の夢は、当時の夢はもう無我夢中すぎて。あ、毎日楽しいダンスみたいな日々だったの？はい、特にこの人と仕事がしたいとかさ、このステージとか舞台に出したいんだよな、まあ、できたらいいなっていう、そのちょっとふわっとこれっていうものが特に決まってなくて、うん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 、そうですね。アーティストさんのバックダンサーできたらいいなっていう、なんかそう、できなかった時すごい落ち込んじゃうので。なるほどな。できたらいいな、このぐらいの方がいいかもしれない。みんなダンス楽しいしやってたらあなた浮かんじゃうから。そうそうそう、できたらステージにみたいな。メンタルはね、でもね、コ、ね、ントロールしないとね、はい、やっぱりハッピーでないといけないですから。エンターテイナーなので、はい、あのね、さっきあの、はい、話にも出たこうアコ先生とかになってくるのかなとも思うんだけど、はい、なんかダンスそうやってね、いろんな素敵なダンサーさんとたくさん出会う中で、はい、ちょっとここターニングポイントだったかもなとか、この言葉が先輩から言われて刺さったなみたいなことがありますか？はい、3つあります。1つ目は、うん、まずはもう楽しむことが一番。楽しむことが一番やっぱり楽しんでないと、自分自身が楽しんでないとやっぱり見てる人に伝わらないと思うので、やっぱり楽しむことが一番。楽しんだ結果これです。これです。意外と体も動くようになるし、そうですね、緊張したら、はい、動かれへんかった、できへんかったんだけど、うん、楽しかったっていう時、はい、意外と動きが良かったりする。そうです、はい、いや、なるほど、大事大事大事です。2つ目、2つ目が、小さなことでもいいので目標を持つこと。おお、はい、目標、例えばどんな目標を立てたりとか聞いてもいい？今の目標は、振付師になりたいので、はい、アーティストさんの振付をすること、うん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 、あとレッスンももうちょっと増やしたいなと思ってます、はいはいはい、できれば広いスタジオで、はい、あ、そっか、大きな目標は振付師だけども、はい、じゃあその振付師に急にボンって行くのは大変だから、はい、まあ、まあ、まだね、そのチームとのつながりも作っていかなきゃいけないけど、その手前の振り付けを作る段階のとか、小さな目標、はい、を作っていくということで、はい、これが2つ目だそうだよ。そうです。3つ目もじゃあお願いします。3つ目、はい、なんだっけ。見てもいいですか？いいよ、見ながら言っていいよ。3つ目は、すいません、自分自身を見つめ直すことですね。お、見つめ直すとは、はい、例えばレッスン行って今日できたこと、できなかったことを反省して次に生かすですね。もちろん見た目とかもそうですけど、まあ、ちょっと私はあれですけど、まだまだこれからですけど、自分自身を磨くって感じですかね。はい、ちゃんとそのレッスンを受けて、うん、わ、今日ダメだった、もう寝てきたのか、やろう、また来週じゃなくて、なんか何がこう悔いが残ってるのかとかをちゃんと考えて、そうですね、反省するみたいなとか。反省します。真面目な子ってこう動画めっちゃ見返してたりする。そうですね、そうだよね、なんか悔しく出てけへんかったやろなとか、うん、まあ
ピックアップされた子でもやっぱりめっちゃ見返す子は見返す、そうですね、よね、はい、うん、反省を持ってから次のレッスンに丸裸で行かない、うん、そうそうそう、こう思ってから今日はこれを頑張ろうで行く、うん、ああ大事かもしれない、そうですね、で自分自身もそうですし自分の生徒もそうですね、そうであってほしいなって、あー、マネスマネス、はい、何か目標を持って、そうですね、うん、大事やつかも、はい、うん、なんか一回のレッスンで爆発的に上手くなることはないやないですね、コツコツと、実はこうね派手な職業なんですけど、はい、結構地味なんですよね練習は、だからその一個一個の練習でいかに自分のこうモチベーションとかこう達成感を保つかっていうところ、はい、大事かもしれない、はい、いいね。いいね、いいね、うん、大事、思う、うちも思うよ、こうクラシックバレエのレッスンとか行ったら、あ、今日はアームスめっちゃ綺麗だ、そうそう、誰よりも綺麗にやってる、なんか一個ね、なんかそうやってやるとレッスンがもっと楽しくなるかもしれないですね、はい、ありがとうございます、いや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 、現在のそのみこちゃんの活動っていうものを聞いてもいいですか、はい、はい、都内でレッスン3つ持ってて、で、神奈川の方でレッスン、1日に2本やってますね。合計が5クラス。クラス先生なんです。はい、インタラやってます。こんな10個ぐらいしてるのにもう先生なんです。はい、やってます。楽しく教えてます。頑張ってるね。はい、私もちょっとちゃんとやろう先生。やるわ。はい、何歳ぐらいの子を教えてたりするんですか。そうですね。一番ちっちゃい子は3歳。もう右も左も分かんない子です。リトルちゃんってことやる？あ、そうです。リトルちゃんも教えてます。そういうのもやりたいもんね。かっこいいよね。ニコニコした先生なので。楽しそう。そう、楽しいです。一番ちっちゃいクラスか。そうです。一番ちっちゃい。3歳から小1、小2ぐらいまでのクラス。あと、そうです。低学年。あとはもう大人、もうキッズもごちゃ混ぜの、はい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 、ヒップホップジャズっていう、はい、クラスでやってます。あ、そうだ、ヒップホップジャズなんですね、はい、ジャンルがヒップホップジャズ、はい、もうインスタにたくさん動画も上がってるので、はい、見てください、かっこめっちゃかっこいいで、ね、私もだから大阪の専門学校で教えをしてた時に一回代行頼んだぐらい、もうね、踊ったこんなヘラヘラってしてるけど、踊ったらこれまたダンサーギャップですよ、はい、踊ったらもうめちゃくちゃかっこいいので、そうお願いしたんですけど、そうだからよかったらね、あのレッスンの方も、はい、レシピ概要欄に載せておくので、はい、よかったらチェックして、はい、行きたいなっていう人は覗いてみてください。じゃあ先生をやりながら、はい、そうですね、うんうん、あとチームでも活動してまして、チーム、そうです、チームでそのイベントで踊ったりとか、まあ、最近は結構ゲストで呼ばれたりとかもするんですけど、うんうん、チーム名は、チーム名クラリスです。クラリスです綺麗なクラリス、絶対女の子チームだよね。はい、はい、ぜひ応援してください。およもうみんな本当に活躍してるダンサーなので、あ、それぞれメンバーそれぞれもね、そうですね、ダンスイベントが本当に復活してきてるので、うん、で本当はね子連れで結構ダンスイベント行きまくるママなんで、うん、これからねこの2022年はね、はい、遊びに行ける旅があればイベントね行けたらいいですね。はい、本当イベント大好きなんで、はい、行きたい。よかったね、落ち着いていて、ね、さあ、はい、これがね公開がまあ1月ということで、はい、2022年になってるんですよ、はい、なので、まあ、目標としてね、はい、今年はどういうその年にしていこうかなっていう、はい、もうなんか聞いてもいいかな、はい、うん、今年はレッスンを増やして、はい、でもうどんなアーティストでもいいので必ず振付師になりたいので振付したいです。おもういいここで言います。振付します。お仕事依頼はインスタグラムまで、インスタグラムまでお願いいたします。それはやっぱりあこさんの、そうですね、影響、そうですね、もう師匠の背中を見てるので、うん、もう私もこんな女性になりたいと思って追っかけてるので、はい、あとできたら CM も出たいなみたいな。まあなんかさらって言ったけど、カジュアルな感じで、はい、CM 出たいです。CM ね、 CM ね、じゃあ、あの振り付けでダンサー欲しいなっていう方は、はい、みこちゃん、はい、ぜひ元気いっぱい変わりますから、何でもやります、お願いしますよ。そうそうか、はい、まあ、でもバリバリ動けるもんな、まあ、20代ですから、ですね、今しかできないと思ってるので、ね、はい、そうだ、本当に、はい、今しかできない、でも大丈夫、ママになってもやった人もいるからね、25で産んだけどバリバリ踊った人もいるから、
そうなんですよ。すごい。私も多分あの2022年はすごいこうちょっとずつ、そんなバリバリはいかれへんけど、少しずつ子供の手が離れていくね、あの時期なので、あの週1週2ペースでこうダンスを踊る時間をこう増やしていけたらいいなとは思ってるので、まあそんな中でね、あのまたどっかの現場とかでもしかしたら会えたらすごい楽しいなと思います。もったんね、直美ちゃんとかもね、あ、もうねやりたいですね。日本帰ってけえへん、はい、なんかあったタイミングだったらね、私もね、直美ちゃん一回ね、直美ちゃんがメインの現場じゃなかったんですけど、はい、あの千鳥さんのお笑いライブの振り付けをしたことがあって、ね、あのそのお笑いライブにゲストで、シークレットゲストで直美ちゃんが出てくれたことがあったんです。でその時にちょこっと、そんなかっこいい振りじゃないよ、あの千鳥さんも踊るから大悟さんが踊れるぐらいのあの振りをね、直美ちゃんも教えらんでもすぐ覚えるわ、直美ちゃんは、あの踊ってもらって、でその時はコロナじゃなかったので打ち上げでも一緒に喋ってっていう機会があったんですよ。めっちゃいい人やでな、ちょっとここで急に直美ちゃんの話したんだけど、いや本当にめちゃめちゃいい人です。同い年だよ直美ちゃん、ほんで全く同い年。そうなんやけど、そんでなんか写真とかも結構普通に、一緒に撮っていいんですか、撮っていいよみたいな、それをさらにこう SNS とかに上げてもいいんですか、全然上げてもいいよみたいな感じで、結構フランクなんですよね。すごいフレンドリーでしょ。とかなのか、なんか全然そういうの大丈夫大丈夫って言ってくださる方で、あんなね世界的な直美様になってますけれども、本当ね、なんかそういう素敵な人のパワーとかもこう浴びまくってると思うので、ね、こう楽しくこう今年はもっとね、いろんなお仕事をね、小玉さんもしていると楽しいかなと思います。はい、はい、まあ、みこちゃんからのメッセージは多分これです。ダンスを楽しもう。イエーイ。楽しいもんやからな、ダンスということで、すごいキャピキャピ締めますね。キャピキャピ締まっていきます、今日は。じゃあみこちゃん、どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。いいねと登録ボタン、そしてシェアもぜひよろしくお願いします。2022年はみんなの目標が一個一個形になるように願っております。わても頑張る。ほな、またなー。